そしてチームワーク、その全てを出し尽くしてくれることを楽しみにしているよ。さあ皆さん、祭りの準備はよろしいでしょうか。パワフルフェスティバル開幕だ。今回はまさかまさかの2つのパワフェス同時開催。パワフルテレビトーナメントを勝ち上がるのは一体どのチームなのか。第一歩となる初戦がこの球場 BTB パークで始まろうとしています。太陽のような熱き闘志を胸に、各チームが火花を散らす戦いが幕を開けた。いよいよプレイボールです。綿密に組み立てられた投球、自他ともに認める野球マニアのご登場です。実家がバッティングセンターというある意味サラブレッド、川星ホブラー。初球を打ちました。宮内ボールを掴んだ。内野安打を決められてしまった。ここは送ってくるでしょう。内角低め見送ってストライク。まずは決めてきました。三塁送球。第2球投げました。バントしました。ピッチャーの右へ転がした。ベースカバー宮内取ってアウト。美しきリードでチームを鼓舞し、私の実況をも饒舌にさせます。第1球を投げた。ファールチップ。これはかすった形になりました。打ちました。大江掴んだ。ベースカバーに入る。縦西取ってアウト。おっとりした雰囲気とは裏腹にバックスクリーン上段にぶち込むパン。さあ初球空振り。指にかかったいいボールです。ウィンドウ決まってストライク。さあ外してくるのか。見逃し三振。縦西最後は全身全霊で投げ込みました。パワフェスチャレンジャーズ先制のピンチをしのぎ、さあマウンドには立川博美。女子離れした重い球質を武器に笑顔でチームを牽引しております。さあ1球目、スクリューはボール。投球これから2球目、スクリューはストライク。投球これから3球目、打った。ファールグラウンドへ飛んじゃっています。切れていきます。ファール。ストレートはボール。カウント 2-2。 さあ次は何を投げてくるか。打った。ヒットになります。縦西いいバッティングを見せました。ノーアウトで先制のランナーが出ました。初球を打った。ボールはライナーで右中間へ。ヒット。縦西一気に三塁へ。縦西三塁でストップ。さあメガネ界の輝く星、矢部昭夫です。初球は高速シュートはストライク。まずは様子を伺います。渾身のストレートはボール。完全なボール球。カーブは空振り。さあ勝負してくるのか。スクリューはボール。慎重に攻めてきます。さあ仕留められるか。スクリュー見逃し三振。やべえ、ここ一番で役に立ちません。総動流野球の、まずは初球。初球打ち、アンバウンドヒットになる。パワフェスチャレンジャー、まずは1点先制。東堂タイムリーなツーベースだ。これでさあ柔道で鍛えた恵まれた体格を持ちます。魅惑のマシュマロボディ、味噌の地下。今覚悟を決めて打席に入っちゃいます。さあ1球目、ボール外れた。投球これから2球目、バットを出しません。ボール。カウント2ボール。投球これから3球目、打ちました。ショートバックしていった。左中間へのヒット。三塁ランナーホームイン。続いて二塁ランナーもホームイン。パワフェスチャレンジャー、この回3点目。3対0。パワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとかしのぎたい。さあバッターボックス、川星ホムラが素敵に構えます。縦に点差もあるので気負わず行きたい。打った。打球はファウルグラウンドに上がっています。ファウル。内角低め空振り三振。
派手にし、きっちり役目を果たしました。2回の表が終わって、さあここでバッターは先ほどヒットを放っている立西。外れた、ボール。コーナー攻めてきます。投球これから2球目、打ちました、サードライナー。これでワンアウト。ソフトボールで鍛え上げたシャープスイングとシャープボディ、その切れ味は抜群です。尾藤千尋、初球は外角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました、打ちました、ライトへ持っていった、取って、これで3アウトチェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。5回の表が終わって、バッターは8番宮内。初球は打ちました、初球打ち、ライト前ヒット、宮内かっこよさを。セントジャスミン、ここはバントに警戒します。初球を打ちました、ライト前ヒット、いい当たりが炸裂しています。チャンスを広げました。そしてバッターボックスは立てに、リード、初球引っ張った、荻野下がっていった、外野に落ちた、どうボールは中継、パワフェスチャレンジャーズ、1点入りました。先ほどの得点、セントジャスミン、なんとしても得点を挙げたい9回です。さあここは立川スマイルが見たいところです。シモン、最後のバッターにしておきたい。投げた、完璧に捉えた、カットマンへ送る、二塁へ送る、ここでヒットが出ます。これで2アウト、ランナーは一塁二塁。あとボールが後ろに行っちゃった。次はどう攻めるのか、打った、レフトへ飛んだ、ヒット、レフト前ヒットになった。シモン、ヒットを許します。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチが続きます。さあ打席では大空美代子の支度が整ったようです。シモン、なんとしても気迫で食い止めていただきたい。打ちました、ファウル。第4球を久本、空振り三振。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチを招くも見事勝利しました。パワフェスチャレンジャーズ、たっぷりとその実力を示しました。大事な初戦を突破、2回戦へ向けて弾みをつけます。ヒーローはパワフェスチャレンジャーズキャプテン、響きの穴に勝利の秘訣をたっぷりと語ってくれました。そしてセントジャスミン学園の立川博美、互いの健闘を称え合う選手たち、なんて美しい光景なんだ。さあそして2回戦に駒を進めましたパワフェスチャレンジャー、次回も心躍る試合が待っています。本日の実況は熱森宗敦がお送りいたしました。